アメリカ陸軍武器課は、アメリカ陸軍の戦闘広報支援を行う、陛下である。主な任務は、兵器システムと弾薬の開発、製造、調達及び維持、並びに爆発物処理である。本拠地は、メリーランド州アバディーンにある、アバディーン性能試験場。武器課長は2017年現在、デイビッド・ウィルソン准将が務める。伝統的なモットーは、前線への、前線での、 帝国通りの提供であり、近年、平和のための軍備が追加されている。武器化は、第二次世界大戦後からロケット、誘導ミサイルと人工衛星の開発にも深く関与していた。英語の項にはその用法に応じて様々な意味があるが、この場合は陛下を指す。武器化の任務は、公式ウェブサイトで次の通りに述べられている。武器化は、弾薬の調達、蓄積及び、 兵器体系を研究する大陸会議の委員会によって1775年に創設された。委員会には後のアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンも名を連ねていた。委員会はエゼキール・チーバを武器保管兵探送官に任命し、彼が実質的に武器化の初代司令官であった。1776年に大陸会議は軍需品を兵士に支給する役割を果たした。 戦争武器庁を創設した。1777年に最初の兵器弾薬庫はペンシルベニア州カーライルに設立された。マサチューセッツ州スプリングフィールドの弾薬庫と兵器工場がそのすぐ後に続き、それは M1 ガーランドや M14 などを開発したことで著名なスプリングフィールド国映像兵賞に移行した。後にウェストバージニア州ハーパーズフェリー及び マサチューセッツ州ウォータータウンにも兵器工場が設立された。戦争武器庁は米英戦争に対する準備の一環として議会によって武器化の直接の前身となった武器省として1812年に再編された。武器省は戦争武器庁の役割を引き継いだがアメリカ独立以前から存在していた兵隊よりもはるかに広範な地域での武器及び弾薬の製造、調達、 支給及び備蓄に対する責任を負っていた。1821年に財政的な理由から法兵化と統合されたが、1832年に再び分離し、武器省は再編成とともに研究開発及び野戦任務体系に対する新しい責任を与えられた。米国戦争で武器省の兵団に関する主導権はさらに拡大し、 後の巨大な広報支援活動の基礎を築いた。南北戦争では南北両軍の武器弾薬施設が主要な攻撃目標であったため、この戦争は武器将にとって過酷な挑戦であった。それでも武器将は大量の武器を提供することに成功し、戦争中に急速に移動する陸軍に武器弾薬の調達と戦地支援を供給した。米西戦争は武器将が資材を アメリカ国外で展開し、近接戦闘支援を提供した最初の紛争として記録に残っている。第一次世界大戦は、アメリカ合衆国内の多くの生産拠点に戦時動員を敷いたばかりでなく、ヨーロッパの同盟国と共同開発中の武器、アメリカ国外の補給どころ及び訓練施設の設立も武器化にとって大きな分岐点であった。第二次世界大戦は、武器化の生産、 調達、配備と訓練任務を拡大したため、武器化の規模はさらに拡大した。第二次世界大戦後も朝鮮戦争やベトナム戦争の時代には、ミサイル開発などで活発に活動し、湾岸戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争など、現在も多くの紛争で活動を続けている。武器化長デイビッド・ウィルソン准将武器化は、部隊ではないが、 武器課長を筆頭として緩く結合し、課長の下にはこれを補佐する武器課長官房局がある。現在は2016年8月10日に就任したデイビッド・ウィルソン順将が武器課長を務めている。また、武器課長はアメリカ陸軍武器センター及び武器学校長、アメリカ陸軍合同武装支援コマンドの武器担当副司令も兼任する。武器課の歴史は、 アメリカ合衆国の独立の時代にも遡る長い伝統を持つが現在の編成になったのは比較的最近である。現在のアメリカ陸軍では一部の例外を除き連隊を単位とする実動部隊の編成をしなくなっているが連隊が同一陛下で編成される最大の独立部隊であるという伝統的な考えに基づき後方支援の陛下について 全陛下連帯構想に基づいて、陛下全体を形式的にそれぞれ一つの連帯として扱っている。このため、武器課長は形式上の連帯指揮官を兼任するが、武器課の実動部隊は、それぞれの任務ごとに、世界各地の陸軍部隊に配備されており、武器課長がそれらの部隊の作戦行動を直接指揮することはない。武器課長は司令官というよりも、 これまでの武器化の長い歴史で蓄積された知識や経験、引き継がれている伝統を維持し、武器化のあるべき姿、隊員の教育、訓練方針などを指導する武器化全般の掌握を担っている。連隊は通常大佐が率いるが、武器化には第61武器旅団のように旅団も存在するため、武器課長が武器化の全部隊を掌握する、都合上。 旅団を指揮できる順章である必要がある。通常は連隊よりも大規模とされる旅団も、形式上は連隊長である武器課長のもとに帰属しており、武器課の独立性を維持しつつも組織上の連隊の意義や武器課長の存在がいわば隊員のホームであるような色合いが濃いものであると言える。これは連隊を兵士それぞれの帰属組織とする伝統的な考え方に非常によく似たものである。 アメリカ陸軍の再編に伴い、1962年に武器課長とその官房局は一旦は廃止されたものの、1970年代後半には武器課部隊の全般的な統率や訓練方針などの策定に、支障や不統一が生じることや、原点となる本拠地がなくなったことで、途切れてしまった伝統に対する隊員の敬意や貴族意識の維持にも配慮が必要になることが分かった。 このため、1981年に、アメリカ陸軍武器センター及び武器学校長を武器科の実質的な長とする措置が取られた。1985年に武器科も新しい連隊システムに編入されることになり、正式に連隊長を兼任する武器課長と武器課長官房局が復活した。アメリカ陸軍武器科の閉科気象士官が身につける武器科気象は、 炎を上げる古典的な爆弾を表した金属製のバッジであり、金色で高さは 25mm ある。この衣装は英語ではシェルフレームと呼ばれる。この気象のデザインの起源はアメリカ独立前の1832年に遡り、アメリカ陸軍の兵科気象の中で最も古いものと考えられている。元はイギリス陸軍で使用されていたものを武器化の前身となった。 武器章の制服のボタンとして1832年に採用したのが始まりである。砲兵化でも1834年に交差した大砲をかたどった気章が制定されるまでは同じ気章を使っていた。シェルフレームの衣装は現在ではアメリカ陸軍とイギリス陸軍にとどまらず、イスラエル陸軍武器化や日本の陸上自衛隊武器化の気章などのシンボルの一部としても採用されている。 アメリカ陸軍武器下の連帯気象武器下の連帯気象は金色の金属とエナメル製の高さ約 29mm のバッジである。連帯気象は陛下気象と同様制服の襟につけるが陛下気象より上につける。気象のデザインは1986年3月25日に承認され、かつての武器象の紋章のデザインがほとんどそのまま採用されている。 武器章の紋章は1833年に定められ、交差した古典的な灰色の大砲、赤い炎を上げる黒い爆弾及び赤い砲兵ベルトが描かれている。紋章に大砲が描かれているのは、初期の頃から武器家と砲兵家の間には密接な関係があったことを示している。武器章の紋章のベルトには、オードネンスデパートメント、USA という文字が書かれていたが、現在は、 オードネンスコー、USA の金色の文字に変わっている。武器化の紋章は正式なものは定められていない。連帯器は黄色のふさ飾りを施したシンク色の背景に連帯器章のデザインと同じものが金色で描かれている。オードネンスコー、USA の文字はシンク色。さらにその下に黄色の帯が描かれ、シンク色でアーミメント・フォー・ピースと書かれている。武器化の陛下色は 黄色で縁取られたシンク色である。武器科の閉化色が赤系の色になったのは1835年に隊員が一枚の赤い羽飾りを身につけていたことが起源である。1851年にシンク色が武器科の色として定められたが、1902年に一時的に黒と黄色に変更され、1921年10月14日に、 シンク色と黄色が武器化の閉化色として定められた。武器化の触種専門技能には次のようなものがある。このリストは、アメリカ陸軍人的資源コマンドの2007年11月、現在の情報による2008年1月時点の予定を示す。可視感 MOS は、2桁の数字と1文字のアルファベットで表される。大きく分けて、CMF63。 89及び94の3つの分野が武器化に該当する。中2009年10月1日に91へ変更予定。続する44、52、63の各 MOS は 91A、91Z に振り直される。2009年10月1日に新設予定。士官 MOS は通常2桁の数字と1文字のアルファベットで表される。 アルファベットが続かない番号だけの場合は、複数の分野にまたがることを示す。巡視艦 MOS は3桁の数字と1文字のアルファベットで表される。ザ・コミッション。U.S. Army オード c ンス・コーオンライン。U.S. Army 2007年10月30日閲覧。A Brief History of the o r d n a n c e c o U.S. Army オード c ンス・コーオンライン。U.S. Army 2007年11月1日閲覧。 ニューチーフオブオードネンステックスコマンド。Command, U.S. アーミーオフィシャルウェブサイトニュースアーティクル。https コロンスラッシュスラッシュ www.army.mil スラッシュアーティクルスラッシュ173174スラッシュニューチーフオブオードネンステックスコマンド2017年8月18日。閲覧、abcdefgh、オードネンスコー。ブランチカラーインシグニア。 Institute of Heraldry 2007年11月6日、閲覧、Shell and Frame The Story of the Oldness Co-Institutia U.S. Army Oldness Co-Online U.S. Army 2007年11月1日閲覧 MOS Charts Human Resources Command U.S. Army 2007年11月18日閲覧 Oldness Co-U.S. Army Info Site 2007年11月8日、閲覧、各国の武器化、ありがとうございます。